これはドレスなんですけど、杉田水脈先生の講演会を厳選に持った時にはこれ、講演会には別の服で、別の赤い服で行ったかな、あのホテルで、ビジネスホテルでこの服着て、いっぱい写真撮った記憶が、その写真残ってるかもしれない。うん、ただからその時のね、紐がちょっと、皮の紐が切れちゃったし、ね、見えますか？よいしょ。こんな感じで、今、います。よいしょ、こんなにちょっとどうなってるだら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 でしょ。それでおっぱい見えたからね、近いすみません、女性ですのでね、 YouTube ですので、 Facebook はね、完全に女性と分かってるから、もう女性が見せたらSNS 見せたら完全に、完全に Facebook で遮断されますけど、ね、まあ YouTube もそうなってるはずですけど、割と緩いというか基準が違うんですよね。さてさて、ちょっとさ、胸部分の考え方でしょ。ああ、ちょっと垂れてるみたいな。金属宝石つけないって言いましたけど、その例えばこんなビルドなんですけど、ガーターかな、肩がこうってこう吸わせるだけでスーッて吸ってくれる、あなんかあ、みんな画面見ながらこういう吸ってるから、みんなじゃあこっちこの吸っちゃうからね、やばっ、復活に人のものを吸うな、どうくすったかなって、じゃあ無理させたらあかんかな、ちょっとかけない、うん、ちょっと、だけど、結局そのラグナロクっていうのは、まあラグっていうのもラクと同じようなゲームイージー、アグラとかも、アグラって言ってもらうんですけど、女性も楽な人だけど、女性も実はね、正座が楽なんですよ。まあ、それも一つ、本当に正座ですよ。骨盤の形がいいんだな。正座が一番楽です。男の人は骨盤チェックから、アグラが一番楽になっちゃうんですね。で、まあ、個人差ですね。で、アメちゃん、イレギュラーなんですけど、ラロクっていうのは、ロイ、こんな、あ、ロゴですけども、実はロックっていうのは、まあ、音楽、いわ、だと、アーとエンっていうのは、関係ないというと、あるというとないっていうか、だから、アギかける、まあ、エル、流れてくるとロックですね。でしょ？なんか、ストック&フローは、ストックがエル、フローがアー。L が R、L が R、ストップ。水も高いところから低いところですね。で、経済の、トリプルダウンっていうのはちょっと大げさやっただけで、でも基本的に経済のお金、水、お金とかの高いところから低いところに向かって流れる。下から上に上げるのは大変なんですよ。水もお金も。でしょ？さて、と。まあそのね、水とか金のことをなんとかせなあかんのが政治なんですよね。政治ってその、実はその、ソフトランディング。みんな請求するでしょ。それをなんとかその秩序立てる仕事が政治なんで。だから革命の仕事って政治の仕事じゃないんですよね。でし
そういう革命権力を制限するのが政治。もちろん君主たちもね、その成り立ちをね、革命って呼ばないだけで、あ、中国では革命って言うけど、昔からそれはね、君主の入れ替わりも革命だったんですよ、中国って。そうね。だからつまり、今の君主たちだって元は革命まがいの革命と呼ばないだけで、似たようなことでのし上がったわけで、そういった革命を防ぐ仕事が政治なんですよ、長老たちなんですよ。だから政治は長老しかやったらあかんって言ってるんですよ。で、まあ、うちはその、まあ、魔女として生きてますし、昔から実はね。で、魔女として必要な能力がないときに別の産業にちょっといただけで、で、今回もまた戻ってきました。で、まあ、魔女にふさわしいやり方っていうのはね、まあ、ラグナロクだったんですよ。ね、だから、書くとき、怒るときは、魔女はね、ヒステリックに怒りますよ、うちもそうでしょ。だけど、その結果、悲惨な戦争、悲惨な疫病、悲惨な震災などが起きたら、青ざめるでしょ、犯罪も、レイプもね、殺人も。青ざめますね、暴力も、魔女そんなに。自分が書いたことが義務で起きたらね。でも、書くとき、言うときも、カンカンに怒って世界が震えるぐらい怒るんですよ。実際震えることが多いけど。で、後です。うわ、怒っちゃったって反省、後悔するもの。だから、魔女は怒ったときは書けって言われた。本当は基本ね、どうしようもないときは口に出して、そのバーッと怒っていいけど、それらのときも、プンと怒りながら書いてくださいって言われたんです。それの代表はラグナロクなんですよ。で、その結果は、政治の方で含めますって言われたんです。クリムさんね。ソフトランドにさせます。つまり、ラグナロクは、西暦2900年発動なんですよね。で、ヨハネ黙示録はまさに今発動してるんですね。で、だからまあ、うちは女性になったけど、男性って言ってるけどね、あれはヨハネ黙示録の世界観なんですね。で、じゃあラグナロクは何なんですかって言ったら、最後ね、男の子2人が並んでるんですよ。イグロアシの2人って言ったって言ったら、愛じゃなくて、まあ、ローマ数字の人間ね。ところがあれ染色体のことで使うと Y が2つ並んで、Y が2つ並んで死にますやんか。生まれないし。じゃあ、オーディンは何染色体やったかって、何代目のオーディン、どの染色体やったんですかって話をしたのならないか。で、そもそも遺伝子を発明したオーディンは遺伝子がなかったから、遺伝子と発明は結構最近のことで、1000年。今回の宇宙でも割と早めに前倒し前倒しして生命が今回発生してますけど、そのケツカッチンというかね、とにかくね、とにかくアゲンのようね、とにかくその早くね、終わりがもう迫ってましたので、マクロシカの疲労が、疲弊がひどかったのに動かされて、それぐらいなんか人気あったんですって、やっぱりそのマクロシカは。だからこんな疲労になってるんだって、みんなのマクロシカはそれほど人気ないって言ってたけどね。だからついついここに来ちゃったってみんなおっしゃいます。こういう話になっていったらね、この感じですね。で、まあ、声とか、物語、書く能力が優れてたんですって。だから、そのうちが書く、その、インナーステーションのブロックシステムのシナリオっていうのを妨害したくなったんですって。で、大変。この世じゃ傷んでますかってですね、肩こりするだけで。だから、インナーステーションが主に犯されてる。まあ、この必要な心臓もあるし、大事なものもあるでしょ。いいのもあるし。で、さっきにも話したし、らしく理解したのは、あの、知り合いですね。昔、何年か前からね。もちろん、その松本ギター工房関係の資料ですよ。彼もね。で、さてさて、それでね、そんな話じゃなくて、この格好でしてるし、あれでしょ、なんか怪しいし、怪しいことしてるんですよ。問題なく持ってますよ。女性からも持ってますよ。男性からも持ってますよ。問題なく持ってますよ。そういう性格ですね。そういう性格はこんな顔になってきますよ。問題なく持ってたらこんな感じになってきますよ。問題なく持ってたら、うちみたいな雰囲気になってきますよ。それだけのこと。だからモテようと思ってモテるんじゃなくて、
しいなと思って、言ってるし、っていうのはね、モテようと思ってないからなんだ。だって、それ目的じゃないからね。だって評価が結果じゃないもん。ね、モテるってことは評価でしょ。評価が結果の社会ってある社会ですよ。だから、モテようと思うのは、猿一直線じゃない。猿まっしぐらじゃない。ね。評価を結果って何でするの？組織社会だから。評価さえあれば生き残れるの？組織社会だから。さしちゃったまいかな。他の生き物もおるからね。その種族の中ではそうでしょう。もうそれを追求しても、猿そのものなんだよ。なんか他の生き物とのバランスも考えてください。食べ物食べてるんだから。自分の種族を食べるわけにいかないでしょ。食べてたら犯罪です。近い種族を食べても発狂しますよ。原子が近いからエラーを起こしやすいの。ましては同じ種族の肉食べてると、完全にエラーしますよ。原子が。原子エラーが悲惨なことが起きるんだから、気をつけてね。発狂人生って嫌でしょ。やってみたら後悔するよ。ね、休む暇なく発狂するんだから。発狂して楽じゃないね、めっちゃしんどいね、発狂する場合のが楽やね、一応発狂乗り越えたらもっと楽ですけど、ね、だからってまず発狂という用語にね、その評価をね、皆さん変えてください、ね、発狂という用語の評価にも変えること、発狂という用語の評価にも変えることね、分かった？3件目ニュートンのプライスをどう、ね、面白そうな感じ、さっき面白くない、ね、さて、じゃあ今3つの類型の中で面白そう、面白くない、それぞれあるでしょ、三角形で 6通りになっちゃった。これがまあ液晶の感じ、ね、で絵の具、まあね、まあでも液晶1を作ったの、ね、何代目、第何代か忘れてこうでいいんですよ、日本からまだ黒人になってそれを守り続くが、ワンって大きい。大きいって別に金魚って見ちゃうじゃないですか。金魚って見ちゃうじゃないですか。もともと大きいですよ。ね。国っていうのからね、国は王を守ったんじゃなくて、城壁の中に街路がありますって言って、国って。どうしても王のイメージつけたいっていう後の皇帝がおって、ほんで国の中に点がついてるんですよ。たまに。あれは王国の首都なんですよ。まあ、前はあるって言って書いてたけどね。それも後やね、後付け。もともと、だってあるがね、王という字に置き換わるって言うんですよ。二通り字があってもともと。あるって言うんですよ。うちを守るときはあったけど、別のうちはある。あら。国、昔のね、古い字にあるって書く国という字はあららって言う。じゃあ、ちょっと乱入しすぎでしょ、みんな。あんたって言うじゃね。だから、あの人たち落ちない。意味ないか。落ちるときはちょっと嫌で。ですね。さて、それでね、ラグナロクは書いたけど、発動遅いよ、もちろん。ね。で、その、じゃあ、昔は倍染色体じゃなくて、男性染色体って愛染色体。罰により今、倍染色体になってる。それがやはり、倍染色体。男性の思考回路のこと、やはり、自我もそうやけどね。それがヤハウェは2種類ある。イブ・ワイとアルマイクス由来 のアダム・ワイ。で、じゃあ、エヴァ・エクスっていうのはイブ・ワイ由来や。エヴァ・エクスってね。だからヤハウェには続き2種類あるでしょ。YHVH と YHWH。2種類あるでしょ。それが、イブ・ワイか、アダム・ワイかっていう違いなんです。さてさて、その前は愛染色だった。だったね、では、それは X なのよ。っていう、なんか染色体の話の、その、シャーマニックなイメージでもあるの。ラグナロクもね。なんか、外にラグナロク近づいたら。移転しようとして、うちの免許が遮断した。
ことでもアイスクリーム。さて、そんな感じで、まあ、その、うちの物語っていうのはね、その、発表しないけど、もう、書くなり発動が始まる可能性はある。みんな急ぎすぎるでね。読みたいって思わないで。思ったら発動始まるから。そんなもん読みたないと思ってください。じゃあ、関係ない。じゃあ、うちのインナーステーションから帰れんの。そんなに見たくないって。故郷皆さん帰れる。あえて邪魔せんの。どうしても、うちの。な感じで、まあ穏やかに生きてますよ、本当に。ね。魔女ってけしからんもんじゃないってことだけどさ、皆さんのがけしからん。が起こったのね。あ、まあ、あの体で何三人に分かれて争ってるのって。でしょ。つまり今の公女さんに愛子、真子、佳子のような人たちが現れた。三人娘が現れたら絶対その子の方を滅びる。アルマ・マリア・オメガだから、うちの国で3人娘なんか作ったら必ずその人と話します。うちの体やから、ね、ご自分の体でやって、うちの体の中でやらないと。じゃあうちのマトロシカで待って。いや、あなたのマトロシカどうか別して、この体は私の体だとあなた方どうしよう。まだあなた方のマトロシカでもあなた方は工事や。その人のマトロシカでもあなた方工場なんですよ。でしょ。じゃあ他の人嫌がる。でもそうなんだけど、さすがに嫌がる。じゃあもしあなた方がマトロシカのことを言ったら、あなた方のマトロシカ消える。これがエリスのリングって、こういう。なんでリングって何のこと、そのことでしょ。この話は今言った話になってないよ、エリスって。もちろんイルンのそので、イルンがオーリンの説明したら何もする。固めのオーリンは女、つまりうちの妹。イルンは固めのオーリン、あなたはオーリンじゃないわ、あなたは破滅するでしょ。で、結局そのフェンリルに殺されるオーディンっていうのは固めのオーディン、フェンリル先生、エリフのうちの子って殺されてしまう。彼女が今の立場を続けようとしたんだ。もう一個の意味は、オーディンって男性染色体のこと。もちろんどの染色体もね、それはガバネのオーディンですよ。ガバネじゃなくて、ウジでもなくて、イエでもなくて、ガバネはオーディンのどの染色体も、どの意味です。
楽しみさんに、もガバのは、うん、でもラグナロクで書かれたフェンリルに殺されるオーディンってことは、フェンリルも遺伝子だから、オーディンに殺される固めの人間も遺伝子ですよ。だから、あれは固めのオーディンですよね。ね、女性とのまあ、アラビアじゃない。アラビアは、そうするに、あれは、加藤アジア。お辻さやか。女性。無理して男性を無理していっても死にますよって。で、女性じゃないですか。うん。だから、イブ・ワイぐらいのエヴァ X。で、この後の時代、エヴァ X はイブ・ワイに強制的に戻るでしょ。で、彼女は XY から死ぬ。YO は死ぬから。科学的なことはあるんですよ。科学的な理由があるから死んでるんです。もちろん死に方ってその普通の死に方じゃない。遺伝子が突然 XO だと思ってたものが YO に戻ってボブって死ぬ。そういう死に方皆さんわからないし、皆さん気がつかない。生まれないはずやんか、それ。じゃあ、どうなるの？生まれた後に戻って。本来生まれないから YO なんだ。だから、暴行死とかそんなんじゃないよ、もちろん。自己死。でも、そういう死に方なわけないじゃん。体中の細胞が生きていけないわけだから、急に。何の薬も、何の。核爆発も、何のプラズマもというか、プラズマ兵器も、そうプラズマ的に死んじゃう。急に。さっきまでやったの、キューッいう死に方になります。エヴァ XO だった。例えばその説明をしました。ちょっと怖いでしょ。ホラー、朝にホラーやる。だから、ザトワスカイがいいですね。同じような。この人は、お姉さんに申請して、あってくれ、いなかった。でも、いなかったことには、あれ、あの人さっきまでいたよね。なんでってなる。ただし、あまりに恐ろしいから、その時は大の進出は、ブロックします。もういいじゃない、この話。そうね、そうね、そうね。なんだ。これからも普通の毎日。なんか、いちゃいけない人が、こんな言い方もダメよね。だから、ありえない人が消えたみたいな、ありえないって言い方もないよ。どう言ったらいいんだろう。染色体上、存在するはずのないとか、やっぱり存在する前に戻っちゃったってこと？多分そう。っていう感じの解釈で、さらっと戻った。今、うちの体内で、そういう類型が、こうやって死んでる。今申したような説明。そんなことだっけ？うちの話を聞いて、染色体内の遺伝情報が覚醒するからだ。遺伝子の覚醒っていうのは、いいこともあるし、悪いこともある。良きにつけ、悪しきにつけ、遺伝子の覚醒の時代になる。ただし、ゆっくりとね。時間をかけて、ラグナロクは進行し続けています。今もなお、もうすでに始まってる。でもみんなの体ではまだ始まってるんでしょ？そういうこと。ゆっくりと進むから心配しないね。これはうちの体のメンテナンスの話なんですよ。
でしょ。うちは健康になる。皆さんの体も健康になっていく人はない。不正な染色体だった人は健康やないだけ、もともとその人は。これがエリスの原因です。やはりラフナロフの説明。